熊取町は大阪府仙南地域に位置する町。町としては大阪府下で最も人口が多い。地名の由来には神宮皇后が八路熊氏を打ち取った場所であることなど諸説ある。日本語記によると804年10月14日に桓武天皇が熊取屋で有料している。中世には熊取僧という荘園が成立した。近世にはイスと呼ばれ、久保村、小谷村。 おがいと村、七三村、野田村、五門村、高屋村、大久保村の八村が成立し、すべて岸和田藩領となっていた。このうち、久保村に枝京五、野田村に枝京二があった。岸和田藩は、領内の民生に関して、七人省屋という制度を設けていたが、七人のうち二人を石谷が占め、五門村の中屋と大久保村の行為家が任ぜられていた。なお、 中屋住宅と古い箇所院は現存しており、どちらも重要文化財に指定されている。1964年に京都大学原子炉実験所設置と引き換えに熊取駅が快速停車駅に昇格。熊取駅が快速停車駅となったことで、給料地を中心に大規模な宅地開発が活発となり、人口も急増、農村型集落から大都市近郊住宅都市へと、 変貌した。定数は14人。2016年6月20日時点での開発構成は以下の通り、熊取郵便局熊取町内の郵便番号は590から 04XX となっている。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると1.4%減の44,435人であり、増減率は 不四43市町村中19位、72行政区域中39位、大阪体育大学公立中学校、編集私立中学校、編集熊取駅関西国際空港から約 10km、だんじり祭りは、毎年体育の日の前々日、前日にあたる土曜日、日曜日の2日間に行われ、町内11地区のだんじりが、熊取町内で栄光される、すべて、 岸和田型の下段尻である、熊取駅前交差点にて、昇華旧地区の段じりやり回し段じりを持つ地区は以下の通り、1日目の午後には、宮入りが行われ、熊取町内にある大森神社の境内に11台の段じりが奉納し、宮司のお祓いを受ける。2日目の午後には、熊取駅への通りで、パレードが行われる、調整60周年記念行事の一環として、 2011年7月24日放送の NHK のドジマンが町民体育館であるひまわりドームで開催された。ありがとうございます。